泳ぐ魚の群れ、石を投げてみた。逃げる魚たちには何の罪があるの。でも今の私にはこうせずにはいられない。私の大事な人は今は戦いの中、戦場への招待券というただ一枚の紙切れが楽しい。私たち二人には何の罪があるの。耐えきれない一番とても長く感じて、涙も枯れたある日、突然帰ってきた人。